吉田さん、鬼鬼ハハンンですか鬼ハンドル。私はね、鬼キャンってやつ知ってますよ。あの、車のキャンバーをもう鬼のように傾けてね、もうこんなハノジのようにして走るみたいなね。どこがかっこいいんですかね。でもなんとなく、ああ、あいつに近寄らない方がいいよねって、危ない人みたいな、まさにドキュンみたいな印象を受けますよね。時代によって、かっこいいもの、かっこ悪いもの、変わるもんですよ。あの、今ね、ミニバンでもね、鬼キャンにしてる人がいるんですよ。 なんか痛々しいというか、まあ本人がやりたくてやってるんだからいいんでしょうけどね。まあ私のナイトライダーも痛いといえば痛いのかもしれないですよね。うん。まあ、ちなみにね、あの、女の子の履くルーズソックスが可愛いいですね。ルーズソックスはね。あれは、ブームが去ったんですけど、もう一回ブームが来てるみたいですね。いやでもね、前回ルーズソックスが生えた時私もね、まだ年頃の20代だったんですけども、今は50ですからね。さすがにこんなこと言ったら、ちょっと気持ち悪いですね。 まあ痛い人間ですねやっぱりね鬼キャンと同じです私もすいませんでした。